で、この2セクのウェイトを作る場合が、ここで取るのか、それとももっと上で2セクを取るのかで、今更ガッキーやろうかな、やることない。ちょうどウィックちゃんがちょっと楽器、今更なんですけど楽器ぐらいの長さだったんで、まあ、やりたいと思いますというか、まあ、ちょっとね切ったんですけど、1点このウィック、実はウィックちゃん後ろ短いんですよね、ここが。なのでちょっと足りてないんですよ、長さが。なので若干ちょっと短いです、ここが。多分新垣結衣さんもちょっとここが長いと思うんですよね。まあその時のスタイルによると思うんですけど、なんでちょっとそこをご了承ください。ちょっと毛が足りなかったので、はい。でですね、まあ皆さんどういう風に切っていきますか。まず後ろ切れますかね。僕結構簡単に切っちゃうんですけど、どういう風に切るかっていうと、まず長さ、サイドの長さ決めるんですよ、まず。でサイドの長さを決めます。そしたらもう、大体落ちる位置分かるじゃないですか、この辺にしたいなっていうのが。で結構なんかこの辺軽いんですよね、確か。で、基本はアラバで、なんかこんなアラバで、まあ、もしくはコーム使わないんですけど、まあ、アラバでですね、ちょっと引いて、で僕こっち持ちなんですよ。多分皆さんこうじゃないかなと思うんですけど、こうでもまあいいんですけど、僕イングラを作りたいのでこっち持ちなんですよね。あと縦スラ取った時も例えばバックなんですけど、大体多分きっとこうされると思うんですね。でこうって指の構造上なんですけど、こう反り返って切ることがちょっとできないんですよ。なので指の構造上なんですが、どうしてもここでまっすぐ切るとですよ、まっすぐ切って下ろすとちょっとコンケープっぽくなるんですよ、落ちたラインが。で収まりがやっぱりですね、ちょっと丸さが出なかったりとか、持ちが悪かったりするんですよ、伸びてきた時に。伸びてきた時持ちが良くするにはちょっとカットラインをこう丸くする必要があるんですね、これをこういう風に。で、そういう場合はこうやって切っちゃうとですね、まあ、こうやってチョップでこう丸く切ればいいんですけど、これもなんか不自然なんですよね。で不自然なものっていうのは絶対カットライン出るので、不自然に丸く切ってもそれは自然じゃないんですよね。なので僕はこっち側からこういうふうに丸さを作って、こういうふうに切ります。でチョップは使わないので基本丸くバッて切っちゃいますね。アルバとかでこう縦の場合ですよ。あんまりちょっと縦ね、そんなに使うことはないんですけど、ここで指でちょっと丸めてあげて、丸めてあげたらこのまま丸く切ります。そのだからこう上から切ってですね、サイドもで、まあ大体サイドバッて決めちゃうんですね。でサイドをこうじゃなくて上から持ってきてこういうふうに決めて、でもうブランドで切っちゃいます、バツッと。で下ろしてどのぐらい長さなのかなっていう感じで、まあこのガッキーのスタイルだったらまあ切りますね。まあどんな感じに切るかって言ったら、そうですね、大体まずサイドあらかじめちょっと決めちゃうんですよね、ガイドで。でこう決めて、で今度はこっち側ちょっとずらします、こうかな、はい。で、今度こっち側なんですけど、こっち側も大体この上から、こっちちょっと難しいんですけど、へそとここのゴールデンポイントが紐でつながれてるようなイメージです。で、靴1個分前に持ってこないと、こっち側って体の構造上長くなりやすいんで、ちょっと気をつけないとダメなんですね、この上から切る場合は。こうだといいんですけど、へそとここがつながって紐でつながれてるような感じですね。で、靴半歩前に持ってきた状態で上から手を持ってきて、で、切ります。こっちはこっちちょっと切りづらいんですけどね、慣れると切れます。でサイド決めて、今度バックなんですけど、もう点を作ってあとは結ぶだけなんですね。でバックも普通の
プラントシザーで、このウェイトの位置を決めていくんですけども、でウェイトの位置がどこなのかなっていうのを、で、この2セクのウェイトを作る場合が、ここで取るのか、それとももっと上で2セクを取るのかで結構変わってくるんです。例えばロングの場合だったら、この2ブロックラインっていうのはちょっと上めにするんですよ。このぐらいの幅をあった方が重さが出るじゃないですか。で、荒垣結衣さんのスタイル的には結構上ボコってなってるので結構下で取ります。それはもう感覚の部分になってくると思うんですけど、僕基本的にこのサイドとつなげないので、イヤートゥーで分けます。後でつなげたりとかするので基本的にバックはバックで切ります。で、まあどこが位置がいいのか、ここなのか、もっと下がいいのか、多分下に取れば取るほど上が大きくなりますよね。ボブに近くなりますよね。で、上を取れば取るほど、長さにもよりますけど、丸さっていうか、上の方がね短いんで下に重さがきますよね。わかりますかね。なので、その取る位置に、によってちょっと違います。で、大体自分でですね、この辺かなっていうのが目安は大体わかるんですね。重さ的に、ああこの辺の重さかなっていうのが分かったら、また同様にですね、この時にも結構左右の長さが結構変わりやすいんで気をつけてですね、もう正直ここを切る場合はもう体がもう入っちゃいます、こっちに。でこう切ります。ちょっと変な感じですけどね、僕のベーシックカットは。でここをカットします。なんでこんなことやるのかっていう感じだと思うんですよね。こうやって切ればいいんじゃないかっていう感じなんですけど、こっちで切ることによって、バックに丸さが作れるんですね。ここに、こういう丸さを作りたいんですよね。これが直線で取ってしまうとちょっとまっすぐになってしまうので、この丸さのこの何ミリか0コマ何ミリなんですけど、ここの丸さを作ることがすごく大切なんですね。この丸さ、ここの丸さです。これがこう切るとちょっと出しづらいんですよね。はい。なので、そうしてます。で、大体この位置を決めたら、大体この辺だなっていうのが、で、コームでちょっと見てみて、まあ、コーム使っても使わなくていいんですけど、この状態で切ります。指はちょっと丸くしてますね、こういうふうに。丸くして切ります。で、これでバツって切っても、つながるんで全然安心してください。まあ、0度で切っちゃうとバツっていうブラントライン出ちゃうんですけど、これすごい引っ張ってこう切っちゃうとブラントライン出ちゃうんですけど、こう柔らかい感じでこの辺がいいかなってふわーって感じですね。丸くこう切っていく分にはそんなにブラントのライン出ませんので、バツって切ってもその代わり丸く、これはショーバルタンっていうのでこう丸く切ってるんですけどね。で、この時もこの、引き出す角度ですね、これの引き出す角度をしっかりここに対して90度で引き出せてるかどうかですね。ここに対して90度になってるのかっていうのをしっかり確認していただいた上で切っていきます。なので、ここを切るときは、で今度こっち切るときは徐々につなげていきますね。で、サイド一回逃がしていくというか、ここの、ちょっとこれは分かりづらい可能性があるんですが、サイドをこの延長線上で切っていきますよね。で、途中からサイドも入れちゃうんですね、この延長線上に。分かりますかね。だからきっちりサイドとバックを取ってないんですよね。これも自然につなげてるのでちょっとやってみますね。ここでカットして、んで今度この三つ襟の上のあたりをカットしますね。はい、丸くカットします。大体つなげていきます。サイドはもうある程度決めてるので、今度は今取ったところとサイドをもう結んじゃいます。全部まとめて、で若干後ろにオーバーダイレクションさせますね。まっすぐっていうよりちょっと後ろにオーバーダイレクションさせて切ります。ちょっと今かなり省略して言ってるので
分かりづらい方もいらっしゃるとは思うんですけど、はい、ちょっと簡単なバージョンで言ってます。で、例えばじゃあこっち聞いてみましょうか。このセンター決めたら、このセンターに合わせてセンターの隣を切りますね。でセンターがちゃんとした長さかっていうのは最初確認しておかないとまた切り直しになっちゃうので、で ここの部分を切ってったら、今度サイドを一緒に切ります。ここに合わせて、はい、すごい簡単です。であんまり段基本的に入ってないんで、あのスタイル自体は。ゆいさんのヘアカットを今日はちょっとやってみました。また他に何かコメントとかありましたら、ぜひ皆さんこういうのやってほしいなっていうのがあったらぜひ言ってください。あと YouTube の、モデルさん、 YouTube とかで、紹介させていただくモデルさんも募集してますので、ハイヤマカシの方ご等までご連絡していただきましたら、担当させていただきます。男性の方じゃなくて女性のモデルさんを担当させていただきますので、やりたい方がいたらぜひ、ハイヤマカシご等までご連絡ください。